じゃ、別にね、一日ぐらい徹夜したって、そんな、あんま変わんないんですよ。なんか、毎日のように徹夜してたら、さすがに、まあ、あの、体に来ちゃうので、やられると思うんですけど、ぶっちゃけもう、高校生とか大学生とかの、まあ、若いうちは、一日ぐらい徹夜したところで、あの、どうってことないので、あの、本当にどうってことない。まあ、むしろ、なんか、本当にどうでもいい。 どうでもいい科目なんて世の中にはないけれども優先度の低い。例えば入信出ないから、まあ本当に最小限だけで済ませたいみたいな。まあそういった科目をまあ直前にバーって詰め込んで、もう本当にこの一日だけで終わらせるみたいな。まあそういう詰め込みをまあ戦略的にしても僕はいいと思うので、だって あの、本当に一日ぐらい、あの、徹夜したところで何にも影響ないというか、長期的に見たらね。ま、ただ、あの、試験が5日間続くとしたら、1日目に、その、徹夜をすることによって、2日目、3日目、4日目って生活リズムが崩れていくっていうところもあるので、ま、そこはね、あの、自分の体力だったり、気力だったり、ま、今まで、え、試験を受けてきて、 自分はちょっと徹夜すると翌日こうなっちゃうな、みたいなところも踏まえてね、戦略立ててもらえたらいいと思います。ちょっと、あの、一言の方が良かったね。うん、頑張ってはい。<laughs>